鈴木元信源奈6年6月は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、伊達氏の家臣、通称は七右衛門、別名に秀信とも、官位は十五位下、泉守。出寺や伊達氏に仕えるまでの経緯については、諸説あり、天正期には、西賀州に参加していた説、京都の茶人で、伊達正宗と知り合い家臣となったという説。 米沢地方の住人で歌いに優れていたことからだて、秋田州に召し抱えられたという説、あゆかい地方の薄が、沢金山を経営していた合唱であった説などがある。行政や財務の能力に優れ、正宗の厚い信任を受けて、古川城に1500国の所領を与えられ、正宗が仙台を留守中には、国家老として、政務を取った。慶長から、元那時代の文言町では、 本人の6が2464国ながら、1問、歌詞の6が別に1万国から2万国を与えられ、歌詞団の筆頭となっている。元信は、正宗が天下人になり、幕府を開くことを想定し、憲法や上場などを用意していた。しかし、死の直前、正宗が天下を取ることもないと悟って、それらを全て焼き捨てさせたと言われている。 墓所は、大崎市古川の随川寺。旗印は白地に大きな黒無課で。現在も大崎市の熊野神社境内で開催される、朝市、八百屋市は元信が起源とされる。ありがとうございます。